い、こんな感じです。顎のたるみケアの4回目です。2月の12日ですね。3日連続で自分の顔をね、ケアしてみました。で、この感じです。自分ではわかるんですが、この喉仏の横あたりはちょっとすっきりしてきたような感じがします。ね、まだこの辺りはね、目立っていますけれども、少しずつ変化をしているんじゃないかなと思います。まあ、今日もね、頑張ってリフトアップに励んでいきます。まあ、もうむくみの方がな、だいぶ取れていますので、胸の辺りのマッサージは省略して、皮下脂肪を温めています。チャンネルのね、コミュニティにも書いたんですけど、顔に変化が出てきています。この辺りをね、今シュッとさせようとしているんですが、それ以外のところで、まあ、目的としなかった変化というのが出てきています。で、それに気がついたので、それをまたね、皆さんにもっと分かるようになったらシェアできたらいいなと思います。どこが変わってきているかは、見つけてほしいなと思います。このマリオネットラインの出来かけですね。これはこの上げる筋肉と下げる筋肉の力のバランスが、下の方が強い時に出てくるんじゃないかなと思っています。なので口の周りをエクササイズするとこういうシワがね、できてしまいがちなので、あまりエクササイズに頼っていくというのもやり方によっては問題があるんじゃないかなと思っています。もしね、一緒にやってくれている方がいらっしゃったら、だんだんこの皮下脂肪がね、つまみにくくなっているというのが、まあ、体の変化として分かります。見た目よりも触った感じで先に変化がね、分かると思います。人には分かりづらいです。で、こうやってできるこのシワの厚みとかね、距離とかね、長さとかね、チェックしてください。こうやってやってるのは、この肌をたるませてつまみやすくしています。はい、また顎を突き出すようにして邪魔しています。で、休憩して、この次の筋肉ですね、ベロを上に上げて、そのまま押し続けると、この喉仏の上、ここにね、下に下げようとする力が入るから、それを邪魔しています。3回ほどしました。で、また今度別のこの顎を突き出す動き。この時もね、シワができにくいように、力が入らないように様子を見ながらしてください。動かさなくていいんですね。邪魔してますからね。はい、この辺りに力が入ったらいいと思います。で、次はこの開けようとするのを邪魔します。
手はどのような形でもいいです。これでもいいですね。で、顎関節に力が入っているのはいいんですよ。痛みとか違和感を感じたらすぐにやめてください。無理する必要はありません。はい、で、次にね、この辺りをね、マッサージしていきましょう。つまんでいきます、同じようにね。で、少しこねるといいと思います。耳たぶをね、触るぐらいの圧力をかけます。こんな感じです。よいしょ。ね、まだこの辺りがね、気になりますね。もうちょっとやっておきましょうか。まあ、この辺はまだ触ってなかったので、こういうふうに皮下脂肪を燃やそうとしてください。いろんなビデオ僕もね出してますけど、鏡を見ながら微調整はしてほしいと思います。ね、言われた通りをやるっていうのも大事だと思うんですけれども、この微調整しながら加減してほしいと思いますね。その方が使い勝手が良くなってくると思います。あまり同じところばっかりやると頬が痩せてくることもありますから、そういったことをね、防ぐためにも鏡を見ながらチェックして理想の形に近づけてほしいと思います。はい、こんな感じです。今日の動画がね、参考になったと思ったら評価をお願いいたします。最新情報をいち早くあなたにもお伝えしたいので、チャンネル登録がまだの方は写真をタップしてチャンネル登録と通知設定をオンにして新しい動画をお待ちください。あなたの美容とエイジングケアに役に立ちますように。また次回このチャンネルでお会いいたしましょう。